「RIGHT、yeah.」「RIGHT」「肉やこまげん」「RIGHT」「Move it again」「RIGHT」「肉やこまげん」「ン i g h t RIGHT」「えい」「まず最初の一歩を踏み出せそれ最初の一歩が肝心だ肉小牛ひっさ今から必ず前へ進めるさあげん」「最初の一歩を踏み出せそれ最初の一歩が肝心だ」 うんくしょ今から必ず答え見つけるさはいどうもふなさんですいやほんまに暑いですねうん暑なったほんまにねえもう日焼けもねもうとどまること知らないもうすごいでしょこのねえ腕時計してるところが真っ白でだからもうこの体の中とかもう真っ白ですよ僕 はあ、ここはねちょっといにねちょっとあの差をつけないように焼いてるんですけどそれでもちょっとね差がね出てしまってるんですけどねえいやあんまりねこうやってね,ねえ焼けちゃうのもねよくないんでしょうけどねもう何しかも自転車乗ってたらも暑くてそんなこと言ってられないんですけどねはい、あ、まあまあまああの ほほどほどにということで、皆さん、ね、はね、い、ということでまあ今日もね、えーまあ、ちょっと気になるニュースをね、えー、一つ二つね、えー、ちょっとお話ししていきたいなと思っております。まあ今日もね、Yahoo ー,ースの経済欄の、えーまあ、コメントがね、えー、比較的多いランキングを見て、まあ1位、2位となっている記事を、まあ、そのまんまちょっと扱わせていただこうかなと思ってましてですね。 えー、今回、今日のね、えー、1位になってるのが、有料になる、やめます、加盟店離れ、えー、スマホ決済普及の少年場というお話なんですけれども、まあこれ、<coughs> 皆さんもね、えー、ご存知の通りね、えー、もう今どこに行ってもですね、えーねえー、スマホ決済、えー、QR 決済、ねえー、なんちゃらペイ、 って言われるやつね、ペイがつくね、決済。まあ、あとはね、もちろんクレジットカードなんかも、これまで通りね、キャッシュレス決済ができる状況なんですけれども、まあこれですね、2025年までにね、全体の4割の決済をね、キャッシュレスにするということを政府はね、目標にしている状態なわけですけれども、 えー、去年、2020年ね、ね、えー、まあ、それをね、ん回そうよということで、まあ、2019年の後半ぐらいからね、えー、まあ、各店舗ね、えー、まあ、キャッシュレス決済をね、えー、導入するところが目立ってですね、で、えー、まあ、それにね、えー、合わせる形で、その、キャッシュレス決済を、えー、まあ、 施している会社がえポイント還元えー、まあ政府もね、えー、もちろんそこに補助金を出すという形で浸透させるねえー、動きを見せてたわけですけれどもえー、まあここへ来て正念場を迎えているということでですねえー、これ何なのかというと <laughs> まあ単純にですよ単純にこれまではねえー、キャッシュレスを推進する ためにですよ。ね。えー、ま、政府が補助金を出して、で、えー、ま、キャッシュレス決済をね、えー、ま、行う、そのプラットフォーム事業、ビジネスが、えー、ま、その分ね、還元するという形を作ってたわけですけれども、これ、もちろんですね、ね、こんなもんずっと続けていくわけがない、いけるわけがないんですよね。っていうのは、要するに、これね、 例えば、八百屋さんがいるでしょね。まあ、八百屋さんというか、農家さんがいますよね。野菜を作ってる農家さんがいて、で、自分たちは野菜を求めてると、野菜が欲しいと。なら、例えば、この農家さんは、えー、まあ、人参1本ね、作るのに、まあ、原価がね、20円かかったと。ね。えー、20円かかってるから、まあ、ここに利益を乗っけて、まあ、40円、1本40円で販売しますよっていう話をします。え、ね、じゃあ、 我々が農家さんから直接買うとするならば、ね、もちろんこの人参というのは40円ですよね。はい。ですけれども、まあ、この農家さんがね、えー、まあ自分で販売するその方法がわからないとか、わ、まあ、かっててもその販路がね、そこまでえまあ自分一人では獲得できなかったり、あとは野菜を作るのにね、いっぱいいっぱいでそんな販売をする ほどのね、えー、時間も労力も、えーまあ、もっと言ったら余裕もない。心の余裕もね、ね、えー、体の余裕もない。ということで、販売をね、えーまあ、違うところに委託するという形ですよ。ね。はい。となると、もちろんですね、販売をする。ね、この農家さんと我々消費者の間に、販売手が、 加わることによって、もちろんこれ、原価に、えー、20円だったとして、えー、農家さんは40円で販売して、まあ、20円の儲けのところを、このね、販売者が加わることによって、ね、えー、まあ言ったら、販売価格を変えないといけない。ね、上乗せしていかないといけないということですよね。はい、40円で買えてたものが、えー、まあ販売店さんが10円を、えー、まあ獲得したいというならば、 えー、販売価格っていうのは10円プラスで50円になるわけですよ。はい。このようにしてですね、その、生産されたものから消費者に届くまでの間にね、ね、えー、関わる企業、関わる人が増えれば増えるほどね、ね、えー、その間に金額が乗っかってくるってことです。はい。これ単純な話です。で、えー、今ね、野菜を買うというね、野菜を売る。 そして野菜を買うというこの動作の中にえまあ入ってきた人の中にですね、決済をするというその新たなビジネスが存在して、まあ言ってもまあクレジットカードっていうのがもうね、先駆的にあったんで、まあめちゃくちゃ新しいのかって言ったらそうじゃないんですけど、このね、スマホをえ使うことによって、さらにね、まあ 手軽に決済ができますよっていうビジネスが誕生したと。ね。このテクノロジーを使ってっていう話なんですけれども、結局、ね、それを施すためには、そのシステムをまあ導入する、まあ、開発するのもそうですし、管理するのもそうですし、それをね、えー、広げていくための営業マンも必要です。ね、えー。だからこそ、ね、もちろん人件費、ね、システム維持費、 もろもろのコストがかかってきますし、そこにはね、もちろん人が関わってるんですから、その人たちの生活費が必要なわけですよ。ということは、販売価格に転嫁するしかないんですよね。転嫁する。それがですね、えー、まあ、これ、この先ですね、まあ、今まで政府が補助金を出してた、その補助金もずっとは出してられないですよ。ということで、じゃあ、商品にその分の、その決済手数料を、えー、上乗せ、 せざるを得ないですよねってていう話になってきましたあそれでもやっぱりお金を持つ煩わしさねえー、お金を出してお釣りを受け取る煩わしさいろんな煩わしさにもう心底ですね嫌気がさしていたとするならば。 待ってましたぞ。えー、ね、例えば決済手数料にね、3%、4%がかかっても、でも、やっぱりお金をやり取りすることを思ったら、もう全然それでも十分、そのぐらいなら、えー、喜んでお支払いさせていただきますっていう、ね、意見なら、もちろん、その決済手数料がそこまで問題にはならないんですけれども、今ね、見てください。8%から10%の消費税が上がっただけで、 これほどまでに、ね、えー、景気が下落してしまった。ね、えー、製造業なんかで言うと、もう目も当てられないような状況にもなってしまいました。ね、このたった2%に思えるこの2%で、経済、ね、えー、消費者マインドというのは圧倒的に悪化するわけですよ。ね、消費をしたくないと。ね、消費をする余裕がなくなってしまうということなんですね。はい。 そこにですね、商品を決済する。決済する。で、ね、商品が決してね、えー、高いお金を払ったから、プラス3%、4%払ったからって、この商品がブラッシュアップされて、ね、かなり、ね、えー 品質の高いものになるわけでもなくてねえー、ものすごく便利なものになるわけでもなくてものすごく美味しいものになるわけでもなくてこのもの自体は変わらないんですけれどもその決済をその手間をね省くだけのために 3%4%、えー、値上げするということになるといやだったらいいかっていう ね、えー、気持ちになるのが今の日本人、ね、えー、消費者マインドなわけですよ。はい。そんな状況でですね、まあ本当にね、えー、この、えー、キャッシュレス決済に、えー、そこまでの、えーまあ、価値をね、見出せるのかというと、まあ、は、えー、だね、えー、この今の世の中で言うと疑問ですし、 えーまあ、こういうねビジネスが実はね、えー、今横行していますねこの、えーまあ、いわゆるプラットフォームビジネスですよねはい、えー、要するに仲介に入って、まあ、管理を、ね、したりとかね、えーまあえー、まあ直接的に何かを開発するとか直接的に、えー まあ何かをね、販売するとか、そういうビジネスではなくて、その間に入って、ちょっと円滑にしますよ。みたいな。はい。そのね、どっちかっていうとね、データを管理する規模を売ってるような、えー、ビジネスっていうのが、まあ、えー、これ以外にもいろいろあるんですけれども、まあ結局これね、言っても、言ってもですよ。ね、今、我々っていうのは、ちょっとでも安く。 ね、ちょっとでもいい品を。まあ、言ったら、ね、ドケチ根性がね、もう今ピンピンに尖ってきてるのが日本人なんですよ。はい。だからこそ、そんな人らに、ね、ちょっと間入って、ちょっと便利にさせていただきます、なんていう、ね、ビジネスモデルが、実はね、今、 そこまで、その、ニーズとして求められてんのかって言ったら、求められてないわけですよ。だって不景気なんですもん。はい。やっぱね、ちょっとの便利を、まあ自分たちのね、えー、まあ本当に、うーん、例えば食費を削ってまで、そういうね、ね、えー、まあちょっとの便利をね,ね、手にしたいと思うのかって言ったら、そんな余裕はないわけですよね。はい。ということで、誰かが泣いていかないといけないですよ。 うん、例えば Amazon。ね。Amazon ってみんな便利だって言いますよね。で、このコロナ禍においてね、ね、えー、外に買いに行くことができない。ね。えー、もっと言うと、ね、空いてない状況にも、えー、陥っていたような状、ね、えー、昨今ですから。だからこそね、えー、ネットで買い物をする以外に方法がないと。ね。でも、 あのアマゾンの、えー、価格を実現しているのはこれ他でもない。ね。えー、配送業者さんがむちゃくちゃ泣いてるわけですよね。はい。で、もっとね、普通に考えたらね、わかるのが、こんなちっちゃいもの買ってね、こんな大きい箱で来たり、干渉剤いっぱい入ってたりとか、 もっと言うと、海外から買って、そのね、えー、その、と、えー、その、配達経路をね、えー、見返してみると、ね、一回、ロサンゼルスから中国に入って、中国の中を行き来して、で、日本に入ってきたりとかしてるんですよ。いや、これ、ね、例えばこれ500円のものを買いました。しかも送料、えー、無料です。ね。っていう状況で、そんだけ世界旅行して帰ってきたら、これ一個のコストなんぼかかって っていう話ですよねこの我々がね500円支払いましたで済まないぐらいのコストがかかってるわけですよ世界旅行をして自分のところに来てるってことはね。ってことはこれねえー、相当無駄な資源を使って 消費者のところに届けているということは、ね、誰かが泣いてるし、誰かが損をしている状況なんですよ。だからこれ、ものすごく不公平を生んでるわけですよね。プラットフォームビジネスを進めていくにあたっては、このね、不公平さっていうのが絶対に付きまとってきますで、誰かにしわ寄せがいく。だって、これね、本当に便利。 で、もうこれなくてはならないぞっていう状況になったら、まあそれはそれでね、そのコストっていうのは許容されるんでしょうけれども、そこまで人類が求めているのか、ね、えー、またはその経済状況が、えー、豊かで、まあ無駄遣いも OK だろうっていう状況が、もう蔓延してれば、その無駄遣いに対して出費をすることに、ね、関しては、そこまで億劫にならないでしょうけれども、まあそのね、 えー、ビジネスが普及することが望ましい。ね。えー、あるいは、どん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 そういうビジネスが没効してこい。来なければいけない。今、まあ、そういう価値観を植え付けたいのなら、なら、やっぱりね、まずはね、日本人の生活をね、楽にさせないといけないですね。うん。それなくして、そのビジネスが日本で根付くことは、まあ、 非常に難しいでしょうし、これアマゾンも、ね、えー、アマゾン以外のね、プラットフォーム業界もそうですけれども、これね、やっぱりね、もうね、頭打ち絶対来るんですよ。ね、えー、もちろんですね、これドローンでとかね、いろんな、ね、えー、まあ、例えば無人、ね、え、トラックないし、ね、そういうものが普及すれば、 ね、えー、コストがどん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 下がってくるよっていう話になるんですけれども、これはね、あくまでも青写真なんですよね。はい。そのメンテナンス、その事故、ね、そのエラーに対してどれほどの人間が携わらないといけないのかとか、まあ、そのね、 理想とは、えー、別のところに、えー、いろんなコストっていうのがかかってくる可能性っていうのは十分ありますし、ね、えーまあ、そんなこと言ってたらね、えー、そのテクノロジーのね、えーま、進歩なんかね、ね、えー、引き起こせないぞっていうお話もね、もちろん出てくるんですけれども、 そこまで追い求めないといけないのかっていう疑問ももちろんあるわけですよ。ね、便利になるに越したことはない。いや、便利さをそこまで追求しなければいけない世の中なのかっていうところも、えー、考えていかないといけない。えー、やっぱりね、えー、便利さを追求するということは何か、ね、えー、どこかにしわ寄せを えー、やっぱりね、ね、えー、持っていかざるを得ない部分っていうのがどうしても出てきます。ね。それが労力だったり、ね。資源だったり、ね。えー、というところで、えー、まあ自分さえ良ければ、我々さえ良ければ、日本さえ良ければ、なんかね、こういう考え方に陥ってしまうと、まあ本当に大切なものがね、えー、見えなくなってきたりとかね。まあ自分のね、えー、意見の整合性が取れなかったり、 というね、えー、状況に陥ってしまいますので、まあ、その辺もね、えーまあ、しっかり考えていかないといけない。という意味において、まあ、今回のね、このキャッシュレス決済の普及が、えーまあ、今鈍化していると。ねえー、その辺が、まあ、今の日本経済の中でね、えー、少年版だと。この先ですね、えーまあ、このキャッシュレス決済を成功させるためには、やっぱり、ねえー、日本の景気、日本の 経済をまずは量化させること。はい。えー、今、コストをね、えー、どこかのコストを下げようとするのはナンセンスです。というのはね、えー、どこかのコストを下げる、ね、えー、テクノロジーが相当、相当進歩しない限りは、ね、やはり労働力をダンピングすることになってきます。はい。あとはね、品質の劣悪化。まあ、ここでしかなて、 ないんで、今可能なのはね。えー、まあ、それを望んでいるわけではない消費者。ね。えー、新しいビジネスを無理やり作る必要もなくて。はい。えー、なのでね。えー、まあ、こういう部分についてですね。えー、まあ、しっかりとね。えー、何でもかんでも新しければいいというね。えー、まあ、その価値観はね、え、危険だというお話です。はい。ありがとうございました。